認知症っぽい親が病院に行くのを嫌がっている。見守るべきか、無理やり連れていくべきか、あなたならどうしますか。親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩司です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、介護のお悩み Q&A。 認知症が疑わしい父が病院に行くのを断固拒否、当面は見守るだけで良いのです。皆様からのご相談などにできる限り対応していこうということで始めた介護のお悩み Q&A。 認知症についての相談もよくいただきます。その中でも早めに病院に行ってほしいけどなかなか行ってくれないというものは結構多くの方からいただいたりするんですね。早めに病院に行った方がいいのはみんなが知っている。でも実際それを実行できる人はとても少ないというのが実態だったりします。私なりに対応策いろいろお話をしておりますので、ぜひ最後まで見ていただければ幸いです。最後まで見てよかったと思う方、高評価ボタン、グッドボタンをお願いします。この親ケア .com 公式チャンネルでは他にも介護の役に立つ動画をどんどん出しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてもう一つ、新しい動画の見落としなどがないよう通知ボタンのチェックもぜひお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。今回のお悩みなんですが、認知症っぽいが会話などは普通にできる父、病院に行きたがらないがどうすればよい、50代女性からの質問となります。5年前に母が亡くなり一人暮らしの父、先日帰省したら家は荒れた感じで掃除もちゃんとできていない。郵便物や新聞も溜まっており、冷蔵庫には賞味期限の切れた食材が大量に。父に事情を聞いたら、サボっていたらこうなった、今度から気をつけるから大丈夫だとのこと。念のため認知症の検査のために病院に行こうと伝えたら、何の問題もない、俺をバカにしてるのかと激怒。隣に住む人に父の様子を尋ねてみたら、庭先などで顔を合わせてもいつも笑顔で挨拶してくれるなど特に気になることはない様子。しばらく様子を見るべきか、反対を押し切って病院に連れて行くべきか、病院に連れて行くならいつどのように連れ出せばよいのか。まあ結構悩ましいというか、まあ、ありがちな悩みではあるんですけど、やっぱ悩ましいですよね。で、私このように回答させてもらいました。時間が経てば経つほど認知症は進行する。いつではなく今すぐ動こう。待ってる場合じゃないんですよね。認知症って時間とともに脳が壊れる病気ですから、待てば待つほど状態が悪くなる。本人の意思を尊重しているような余裕はないんですね。認知症になりかけの頃は親本人が気づくことが多いんです。最初に、あ、もしかして自分は認知症だろうか。テレビ、新聞、雑誌、いろんなところで認知症についての知識を皆さん得てますから、自分がそうなるんじゃないかと不安を抱いている、敏感になっているわけですね。だからまず最初に気づく。そして気づいたけども、やっぱりそれを自分では認められない、認知症なんかになったら大変だ、自分がそんなものになるはずがない、だから周囲や家族にもそのことを隠そうとするんですよ。周りから認知症じゃないかと指摘されても、そんなことはないんだ、今はちょっと冗談でふざけただけなんだ、そういうことを言ったりします。こうやった隠蔽しようという状況にあるにもかかわらず、家族が違和感を感じる。要は隠しきれなくなっている状況のわけですよ。というのはすでにもう発症してしまっている可能性が結構高いんじゃないかと思われるんですね。認知症の初期なら会話とか日常生活の大半が従来通りできても何にもおかしくないんです。要は脳が時間とともにちょっとずつ壊れていく病気なんです。認知症になりかけてる、あるいは認知症になってまだ最初のタイミングであれば、脳のごく一部、例えば 0.1% が壊れてるだけなんです。 99.9% 脳みそは今まで通りなんですね。だから今まで通りの部分を使って行う行動とかは何の問題もないはずなんですよ。で、さっきも言いましたけどね、認知症は時間とともに進んでいく病気です。様子を見よう、時間をかけて説得をしよう、そんなことをやってればやってるほど認知症というのは必ず進行していきます。脳がどんどん壊れていって、できることは減っていくし、問題行動を起こしやすくなるし、治療の方法、選択肢も狭まっていくんですね。いいことは何もない。だから待ってちゃいけないと私は強く考えています。でも本人に対して病院に行こうと言ってもなかなか言うことを聞いてくれないじゃないですか。そうした時の対策としては、
親が暮らす自治体の地域包括支援センターに行く、そこで認知症の初期診断に慣れたクリニックを教えてもらって健康診断に行こうよと言って連れ出すなど、優しい嘘をついてあげることも必要じゃないか。とにかく自分自身、子供側がまず行動を起こしていって、いろんな情報を得るとか、いざとなったらすぐに病院に連れて行けるとか、そういった準備をするべきですね。でさっきも言いました、嘘をつく勇気って必要だと思います。別に親にひどい目に遭ってもらうための嘘じゃないじゃないですか。親に安心で安全で健やかに暮らしてもらうための嘘、こうした優しい嘘というのは決して咎められるものじゃないと私は信じています。親の意思を尊重するだけではなく、親の安心安全健康、そうしたものを末永く守っていくことを優先していただければな、なんて思いますね。参考になりそうな動画、このテーマに合わせた動画いくつかありますのでご紹介いたします。認知症の発見治療が遅れがちな理由と対策、親の認知症に素早く対処したい人必見なんて書いてますけども、とにかく認知症という病気、昔と比べて最近の方が早期発見が難しくなってしまったらしいんですよ。医学的には早期発見した方がいいということは明確になってるし、いろいろ早期発見するためのツールも整ってきている。でも親本人がそれを隠そうとするので、周りが気づく発見できる時期が遅れているなんてことがあるんですね。そのあたりについて詳しく解説している動画となります。認知症の受診を嫌がる親を口説く4つのポイント。基本的に認知症の初期診断を受けに行こうと思って待ってましたって喜ぶ親はめったにいないんですよ。そうした状況の親を賢く病院に連れていく、なるべく早く正しい診断を受けるために必要な方法について私なりにいくつかにまとめております。介護のお悩み Q&A、 親の大丈夫って信じても良いですか？信じたいです。親は嘘をつかないと思いたいです。でも悲しいことに親って嘘つきなんですよ。子供に心配かけたくない、いつまでも元気でいたい、そういった純粋な思いから何の悪気もなく嘘をついたりします。子供としては親が嘘をつくという特性を知った上で、何も考えずに信じるだけじゃなくて、裏側を読み取ってどうやって親を守るかって考えていただきたいんですね。その意味で言ったら、この大丈夫という言葉、俺は認知症なんかじゃないって言葉信じちゃダメだな、なんて思っています。実際には大丈夫を信じて大変な目に遭っている方のお話だったりもします。すぐできる認知症チェック1、たった5分でわかるオートモ式認知症予測テスト、認知症の初期診断についてわかりやすいツールをご紹介しています。もう一つ、すぐできる認知症チェック2、専門医も使っている認知症簡単チェック、私の会社で無料で公開している、サービス、認知症簡単チェックというツールがあるんですけども、こちらについての解説、動画となっております。帰省時のチェックポイントに、認知症の予兆7つのポイント、実家に帰っていろんな部分をチェックしていくと親の認知症の予兆に気がつきますよ、といった解説動画となっております。まだご覧になっていない方、リンクは概要欄に貼っておきますので、合わせてご覧いただければ幸いです。今回の動画はいかがだったでしょうか？なかなか難しい問題ですよね。早めに病院に連れ出したいけれども、本人の意思を尊重すればするほど先延ばしになりがちだと。もう難しい問題なんだけど、やっぱり家族側が勇気を持って優しい嘘をつくことも考えた方がいいのかなと私は思っています。皆様からのご相談ご要望にできるだけ親ケア .com 公式チャンネルでは対応していきたいと考えています。何かありましたら動画のコメント欄およびツイッターの DM などでお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載、親ケアで検索してください。